はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、ラーメン白金那覇店さんにお邪魔しております。こちらのね、白金さんなんですけれども、長野に本店がございまして、本日訪れたのは沖縄県にございます支店でございます。でだ、こちらのね、お店限定で提供しているというか挑戦ができるチャレンジメニューが2種類ございまして、4キロの唐揚げカレーと7キロの担々麺、こちらね、2種類のチャレンジメニューがあるんですが、本日はね、こちらの唐揚げカレー挑戦していきたいと思います。おそらく、先日ね、マックスさんが挑戦しに来ているので、動画はマックスさんのが先に公開していると思うので、内容はね、分かっている方もいらっしゃるかと思いますが、本日挑戦させていただくこの唐揚げカレーがまた4キロ、重量がありまして、制限時間がまあ25分あるんですが、25分で完食した場合はカレー無料券を3枚プレゼント、20分で完食した場合は代金が無料で、15分以内に完食した場合は賞金が3万円ということで、まあ、このご時世なかなか見ない超高額チャレンジメニューとなっておりまして、失敗の場合は、3500円にプラス税のお支払いとなっております。もうね、カレーの方は作っていただいておりますので、商品が到着するまでもう少々待ちたいと思います。ありがとうございます。むちゃくちゃでかいですねということでですね、本日挑戦させていただく鬼盛りの唐揚げカレーが到着いたしましたが、久々にね、4キロっていうサイズ見るとめっちゃでかいです。もうトッピングが揚げ餃子だったり唐揚げ味玉といろいろ入っております。持つだけでめっちゃ重たいです。よければなんか3秒まで掛け声いただいていいですか。はい、じゃあちょっと15分に設定させていただきまして、よろしくお願いします。3秒前、はい、3、2、1、スタート。ありがとうございます。いただきます。うわ、でっか。うまっ。うん、うん、うまっ。カレーに、うん、これでめちゃめちゃ飲みたいですね。ニンニクがね、こうガッツリした味効いててめっちゃうまいですよ、この揚げ。うまっ。ちょっと味変にマヨネーズいただいちゃいました。うまそう。うまっ。うん、
カレーがうめえな。ご飯多い。中にでっかい唐揚げいるなこれ。ね、
マックスは早っ。はい、ごちそうさまでした。あっち、暑い。汗やばいっすね、これ。暑い。ということで、僕の記録ですが、11分32秒ですね。まあ、こんな感じ。15分に設定して、残り3分と28秒でございます。正直、難易度めっちゃ高いと思います、これ。で、唐揚げがね、ちょっとすごく、サイズがね、大きいので、あと食べ方次第でもうちょっとね、スピード僕も、縮まるかなと思ったんですけど、ただね、味はめちゃくちゃうまいです。基本ベースは甘口なんだけど、スパイスが効いてるので、後からね、こうキリッとくるような、まあ、中辛タイプというか、まあ、そんな感じのカレーでして、普段ね、販売してるカレーはこういうもちろん大きいものではなくて、ハーフサイズがまあ基本サイズとなっておりまして、ハーフカレーと合わせてラーメンと一緒に食べるっていうのがベストなので、まあ、皆さんはね、チャレンジではなく、ちょっとね、ラーメンとハーフカレー食べていただきたいなと思うんですけれども、僕はね、ちょっとお腹に余裕がありますんで、ちょっとラーメンいいですか？お願いします。ありがとうございます。ということで、チャレンジだけどね、もったいないので、せっかくなんで、普通のね、ラーメンも注文させていただきました。こちらが、レギュラーメニューのメインのメニューでございます。トリコテの醤油でございます。で、すり鉢の後に見るとね、めちゃめちゃちっちゃく見えるんですけど、並盛りでございます、もちろん。そしてこちらもね、早速、いただきます。あー、うまっ。うまい。うまっ。うまいっすね。確かにスープが商品名通りこってりしてるんですよ。もちろんね、これ鶏白湯系なんで。ただ、やっぱこのもともと長野で作ってるスープでして、お水がね、すっきりしてるのもあって、こってり系なんだけど、スッと入ってくるスープですね。
よいしょ、ちょっとこれ見ていただきます。あー、うまい。どうで、ごちそうさまでした。本日はですね、チャレンジメニューと通常提供しているこちらの鶏コテの醤油いただいてまいりましたが、めちゃめちゃ美味しかったです。まあ、今回ねチャレンジってこともあってすっごいサイズだったんだけど、なかなかねちょっと食レポできずにすいません。本当にあのご提供されていたこの揚げ物ももちろんですし、カレーもものすごい美味しかったし、何よりもねこの鶏白湯のラーメンがめちゃくちゃ美味しいです。お店自体もね、あの国際通りから1本入った、まあ、すぐ近くのお店になるので、旅行の方でもかなり来やすい時期にありますし、ぜひねお昼ご飯ラーメン食べたいなと、どこ行こうかなと悩まれた際にはこちらのラーメン食べてみてください。めっちゃうまいです。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、またサブチャンネルの方も指導しておりますので、ぜひ概要欄の方からチェックしてみてください。それではじゃあね。